小林昇は日本の経済学者。学位は経済学博士。福島大学名誉教授、立教大学名誉教授、日本学士院会員。東京海上保険会社での勤務を経て、福島高等商業学校教授、福島大学経済学部教授、立教大学経済学部教授、立教大学経済学部学部長、大東文化大学教授などを歴任した。 経済学士を専攻する京都市出身の経済学者である東京帝国大学卒1940年福島高等商業学校講師途中3年間の兵役駅を挟み福島大学経済学部の設立などに尽力する1955年から82年まで立教大学経済学部教授ドイツ経済学士に新地平を開き 特にフリードリッヒリストの研究で名高い。未来者から、小林登経済学史著作集が出版されている。死後個人についての回想録、はっとり竹本陽編、回想、小林登が出版されている。長女が、父と母の思い出を書いている。それによると、登も、その妻も、学者の家庭出身であるが、学問生活地中心の生活をさせたという。 妻は東京女子大を出て、以前はピアノを習っていた。結婚後は女中を辞めさせ、妻の親戚との付き合いをしなかったという。妻は戦争前後の苦しい生活に耐えた。数を、次女に恵まれた。戦地での経験は昇るに人生に力を与え、ある冷めた感覚を得たという。精力的に仕事はしたが、グループを作ることは嫌い、短歌も一人で続けた。歌手カバン。 越南日課シュワーベンの休暇、百杯、歴史、小林登る前科集などがある。兵役期間を含む福島時代の終わり頃、同僚から感化され、こけしに興味を持った。状況後、東京こけしとの会に入会。こけし、ビット系譜に登るのコレクションが紹介されている。福島市にできた、元凶のこけし軍にした記念館には、 のぼるのコレクションが長女を通して寄贈されている。ハットリ、2011,329から339ハットリ、2011,214から227ハットリ、2011,297から304ハットリ、2011,381ハットリ、2011,382、博士論文書誌データベースによる、 立教大学元経済学部長の小林、昇さん死去93歳。朝日新聞。http://www.asachi.com/.obituaries/.update/.0604/.tky2010060403077.html2010 年6月15日閲覧 ありがとうございます。